行くぜ。おっと、こいつが第六清掃への転移人やね。よし、早速中に入ってみようか。あの、本当に大丈夫ですか？だからもうピンピンしてるって。時が惜しい。とりあえず先に進もうや。わかりました。了解。先に進もう。ここはロマール池みたいですね。エルベ周遊道、リベロー家の離宮の近くが再現されてるわけか。連中が用意した以上何かの仕掛けがあるはずや。まずは行ける範囲を全て調べてみるとしよう。
影の王が告げる。これより先は無色の学びや。白き翼を伴い文字盤に手を触れるがいい。これは奴からのメッセージか。しかし白き翼って。ええ、我が末のことでしょう。え、始祖様。これは私の影のようなもの。本体は今も庭園にいます。力を取り戻した以上、このくらいの芸当ならなんとか。そうですか。それはそうと、この石碑はもしかして。ええ、影の王が作った領域に通じるゲートのようですね。そして門を通るためには特定の人物を伴う必要がある。各地に置かれた扉と似たようなルールかもしれません。なるほど。つまりこの先に行くためには私が同行する必要があるのですね。ええ、そのようですね。おそらく他の石碑にも似たようなルールがあるはず。しかし光っていない以上、今はそこに入るしかありません。わかりました。それではご武運を。私は庭園にいるので、何かわからないことがあったら声をかけてください。ケビンさん、私の覚悟はできています。先に進むつもりならいつでもおっしゃってください。了解ですわ。準備が整い次第先に進むことにしましょう。影の王が告げる。これより先は無色の学びや。白き翼を伴い文字盤に手を触れるがいい。でもこのアリ様は。無色の学びや、まさに文字通りってわけか。しかし悪い夢でも見てるような光景やな。ええ、まずは学園内を一通り探索してみましょう。建物は本校舎、クラブハウス、女子寮、男子寮、講堂の5つ。そして裏手に旧校舎の敷地があります。了解ですわ。王都と同じく甲冑どもが徘徊しているみたいですから。はい、わかりました。了解です。ミラは天下の回り者。時に失うことはあれど、巡り巡りて何時らの糧とならん。五万ミラ、我に捧げよ。さすれば扉を開かん。
しいんですね。Thank you.
戦闘終了、先に進む。
やっと来やがったか。え？え？あなたたちは。思った通り、鳩が豆鉄砲食らったような顔してやがるな。俺たちがここにいるのがそんな不思議かい？誰や君たち。俺見覚えないんやけど。レイブンというルーアンを根城にしていたチームですけど、なぜこんな場所に。そいつは俺たちの知ったことじゃない。気づいたらこの場所に存在していただけだからな。存在していた？その言い方、ひょっとして。ああ、どうやら俺たちは本物じゃないみたいだな。あんたらと戦わせるために誰かが用意した偽物だろう。セレストさんと同じ影の国に再現された人格か。違うとすれば、再現したのが影の王やっちゅうこと。邪魔する気満々みたいやな。あんたらに恨みはないけど、どうやらそうするのが俺たちの役目みたいだし。だったら遠慮なく暴れさせてもらおうとするさ。あの赤毛野郎に散々しごかれた成果を見せてやるためにもな。赤毛野郎、アガットさんのことか。どうやら戦いは避けられないみたいですね。なんで俺たちがって気もするが。ま、これも何かの縁でしょ。手加減はいらねえ。全力でかかってこいや。うん、勝負だね。シクラスの実力ってことかよ。いやはや、君らもなかなかやるやん。いい勝負でした。いずれにせよ、これで俺たちの役目も終わりみたいだな。正直、本物の俺たちがここでのやりとりを覚えてるかはわからないが。まあ、また会う機会があったらよろしく頼むよ。言っておくが、すぐこの先で待ってる奴は俺たちとは次元が違うぜ。返り討ちに合わないよう
せいぜい気をつけるんだな。なんだかアドバイスまでもらってしまいましたね。しかしすぐこの先で待つやつは次元が違うか。確かこの先って古い建物があるんでしたっけ。ええ、数十年前に使われていた石造りの旧校舎があるはずです。万全の準備を整えてから挑んだ方が良さそうですね。お待ちしておりましたぞ。え？フィリップさん。どうやら、ワコードたちの守りを突破してこられたようですな。僭越ながら、ここから先は私めがお相手いたします。どうやらあんたも、影の王に再現された存在みたいですな。ええ。その通りです。王太女殿下に刃を向けること万死に値すると知りながら、そうせざるを得ないようです。元王室親衛隊大隊長第一の守護者として、お相手を務めさせていただきます。その構え、全然隙がない。執行者4人と渡り合ったその実力、全力で挑ませていただきます。それは過大評価というもの。こちらこそ老骨に鞭打って。わかりました。こちらも迷いはありません。第一の守護者、いざ尋常に勝負や。
やれやれ、やはり老骨ではいささか役者不足でしたな。よく言うわ。めちゃめちゃ全開だったやんけ。さすがは執行者たちを足止めしただけはありますね。世辞は無用に願います。この先に待ち受けるのは私め以上の強者たち。さらなる覚悟を持って挑まれるがよろしいでしょう。わかりました。肝に銘じさせていただきます。それではこれにて失礼を。私めが消えたら次なる道が開かれましょう。どうか支援をくぐり抜け、無事お戻りになりますよう。やれやれ、とんでもない人でしたな。ええ、でもこれで次の領域への道が開かれたみたいです。一度周遊道に戻って他の石碑を調べましょう。うん、そうだね。幸せの形は千差万別、その解釈もまた無限に存在する。何時らが手にせし幸せの形を一つ我が前に示せ。
アガット、一人で稽古してるのか。ジン、暇なら後で付き合ってくれ。やっぱ相手がいた方がやりやすいからな。再現された人格で執事のおじさんなのに敵で、もう全然わかんないや。まさかレイブンの連中やフィリップさんまで利用されちゃうなんて。それにあの王立学園まで。さすがにちょっと答えるわね。守護者の領域、エルベ周遊道の石碑から侵入できるみたいですね。あの石碑はもともと王都に四属性の守護をもたらすものだったはずだけど、王によって変化させられてしまったのか。あまり張り切りすぎちゃダメよ。第六星槽の大体の仕掛けは把握できたんだから、ここからは確実に詰めることを考えましょう。それは縁ですけど、お酒をたしなみながらやなんて姉さんらしいですな。あ、皆さん。なあ殿下、まだここにいらっしゃったんや。どうです、何か分かったことありました？そうですね、ここの方は一律に並んでいるわけではないみたいなので。でもどうやらこの本棚も独特のルールを持っていて、いろいろとコツが必要みたいです。例えば読みたいと思う本を近くの棚に呼び寄せたり。なっ、そんな芸当が。はあ、確かにこの世界やったらそれも可能なんやろうな。強く念じて本を呼び寄せたり。いえ、それが単純に念じるだけではダメみたいなんです。そうですね、私にもよくわからないんですけど、何かこう本棚に呼びかけるようにすると。さすがやね。俺にマスターするんは無理そうやし、本棚の情報収集はお任せしますわ。私もまだ時々成功するくらいですけど。調子者が。俺が少しお灸を据えてやろう。実はこの機会にユリアさんとお近づきになりたいと思ってね。密かに好き、いや気を伺っていたのだが、運悪くミュラーのやつに見つかってしまったのさ。フィリップ殿の経歴については情報部の方でも調査していた。5つの神器を操る剣子、活躍なされていたのはもう20年以上前の話だがね。実は先ほどからオリベルト王子が一杯おごろうとお誘いくださっているのだが、やはりお受けした方が良いのだろうか。何かご用ですか？古本、聖典は全ての民に安息をもたらすもの。よろしければ皆様にも読んで差し上げますが。古本、聖典は全ての民に安息をも、よろしければ皆様にも。あの細めのおじさんを再現してみせるだなんて。影の王さんもなかなかゲームのセンスがあるみたいね。早く勝負してみたいな。こっそり先に進んじゃおうかしら。もうレンちゃんってば。外は危ないんだから一人で出歩いちゃダメだよ。現在確認されているゲートは4つ、それぞれ王の作り出した領域につながっているようです。その先にどうしてもサーチできない領域があります。やはりこの障壁は皆さんのお力でなければ解除できないようですね。
そら！影の王が告げる。これより先は鏡の隠れ家。剣の乙女を伴い文字盤に手を触れるがいい。鏡の隠れ家、また新たな領域らしいな。しかし剣の乙女か。ユリアさんとかクローゼも剣を使うけど、この場合一番しっくりくるのはアネラスさんじゃないかな。そんな大層なものじゃないと思うんだけど。でもまあ、ものは試しだし、文字盤に触ってみようかな。影の王が告げる。これより先は鏡の隠れ家。剣の乙女を伴い、文字盤に手を触れるがいい。もしかしてここは。ここって湖畔の研究所よね。ああ、見食らう蛇が一時的に拠点にしてた施設やな。うん、間違いないと思います。でも変ですね。とりあえず施設の周りを調べてみるとしようか。